はい、皆さんこんにちは。レナです。サカです。エリティブログです。私たちは山梨に向かってます。というわけで目の前に富士山がやってきました。そう、今現れた。すっごいよ富士山。いや超綺麗。めちゃめちゃやばいよ。雲の真ん中からてっぺんがピコって出てるのがまたね、これいいですよ。すごいインパクトだね。あのなんか雲から出てるみたいな感じだね。そう。今日の車は何ですか？今日はね、レクサスの何だっけ？俺さっき何て言っとったっけ？あ、レクサスの GS を借りました。大きい車だね。大きいね、セダンだね。前の動画でレクサスの RX っていう SUV を借りたので、それと比較してどうですか、乗り心地、社長。いやだ、これはもう乗り心地いいなみたいな感じの車でしょ。でも全くスピード出ないね。スピード出るよ。はい、じゃあ加速してみて。いきますよ。はい、ただ刺激を求める社長には物足りないということで。いやいや、そういうことじゃないよ。そういうことじゃない。ポスターを乗りこなしてきた社長にはもうこれじゃ満足できませんということで。いや社長がいいよこれでも。社長が走り屋になってしまいました。なあ。そして今渋滞に巻き込まれたんですけど、このレクサスさんクルーズコントロールついております。クルーズコントロールって何？あの前の車を追跡して自動で速度をこう調整して、運転手がアクセルとかブレーキしなくてもこうついてってくれるやつ。え？やばいよ今俺、アクセルもブレーキも何もしてないよ。ハンドルは持ってるけど、ほら今減速してるじゃん。止まりそうじゃん。怖い。すごくない？見て足、はい、怖い。ほらまた加速してた。これ失敗したら笑うよねえ。うわすごい、これ渋滞の時最高だね。このいいね。買おう、レクサス購入。まあレクサスじゃなくても今の最新の何高級車的な車。え、みんなあるの？だったら多分全部ついてると思うけど。はいはい、富士に着きました。着きましたよ。目の前に富士ドドーンで、その上に雲ドドーン。そう、残念。というわけで山梨県に来たので名物のほうとうを食べたいと思います。はい、見えてきたよ。着きました、到着。はい、行きましょう。早く行きましょう。というわけでやってきました、ほうとう不動産。でいつもねここに来た時はほうとう一人前にしてます。めっちゃボリューミーだからイナフイナフ食べれない。そしてこの漬物めちゃめちゃ美味しいよ。めっちゃ美味しい。はい、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お鍋お熱いのをお気をつけお食べください。はい、失礼します。はい、これはね、食べる価値ある。うまっ。まだめちゃめちゃあるよ。このかぼちゃとか、あ、食べた？今、今めっちゃ美味しそうじゃない？このトロトロの。きゅうりいらんの？これ一番美味しいの。はい、うまい。しかもこれ鍋が熱々でさ、これずっと食べてないとずっと熱いから、これもベリーグッド。残してくれなかったね。うん、ごちそうさまでした。
今川口港に近づいてきたよ、はい、皆さんどれぐらい詳しいかわからないけど富士の周りに5個の湖があって、富士5個、日本人をバカにするみんな知ってるよ富士5個そうかな、その5個の全部名前は言えないけど、言えますか社長。いや言えない川口湖、元津湖、山中湖、はい、失敗、残念、ここに書きます。はい、というわけでロープウェイの建物にやってきましたよ、ここ。すいません、ありがとうございます、開始いたします。貨車車です。はい、というわけで乗ってた、はい、ワンちゃん、これで顔を出せないか。はい、展望台までやってきました。これ富士山丸見えだけど全く見えない。そうね、上半分スパーンって見る。であと桜周りにあるからまだ咲いてる ね、 いいよね。しかも今ちょうど桜吹雪になり始めた。見えるかな。すごっ、そこ桜吹雪、ね、下から吹き上がってくる桜吹雪初めて体験したよ、ね、ちなみにこの展望台の上でたぬき団子っていうすっごい美味しそうな、みんな食べてる。そう、みんな 100% でかっ、でかいよ。なこれ400円はいいけど、いい、やばい、ね、全然大丈夫だよ。はい、見て、富士山、富士山、富士山、かわいいね、えうまそう、とろめっちゃ重たいよ。みたらしたぬき団子、うわ、みたらしい食べ応えめっちゃあるじゃんこれ。なんかもう一個欲しくなるぐらい。そう、もう一個普通に食べれる。なるほど。タカの一口と私の一口全然違うよ。おい、もう一個まだあるよ、はい、後ろに富士山があります。あるはず、あるはずです。今日は雲で隠れておりますがで、ここの上千何とかメートルの高さでめちゃめちゃ寒い。超寒いよ、俺だってこれと下半袖だからね。もう今凍えてるよそう、はい、というわけでここからねロープウェイに降りて、はい、街に降りていきたいと思います。はい、なのでこの動画を富士山をバックにしたところで終わりにしたいと思います。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。お願いします。はい、また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。